鳥井鴨神社は、大阪二柿市にある神社。式内社論者で、旧社格は孫社。現在の祭神は、以下の通り。祭神について、神社名祭長等の書書では、第三石神とされるが、口実のように当社を式内社、三島鴨神社と見る説では、祭神は、鴨茂野氏の祖神と見られる。また、当地は、三島あがた主が勢力を持っていたところであることから、 その祖神を祭神と見る説もある。なお、新先生史録では、三島阿がた主公営の三島宿根と、鴨もあがた主は同じ祖先と伝えている。創建は不詳。社殿では、先住の鴨もの氏一族が創始し、後都内系の三島一族が勢力を伸ばしたため、後日の三島がも神社とも称されたとする。平安時代中期の演技式神明帳には、式会社として、 セッツクシマゲ軍ミシマガモ神社の記載がある。アテオユキヒコが、ミシマ軍の史跡と名称で、大阪府神社名祭町に、旧機も無魚座公平ども先前より、サルデン祭神大山住の父座辞書は、コシマゲ軍と、少子三島、ミシマカモ友族、ニコイカモ社ともまたミシマカミとモサルデン来行うんと、あることから、演技式のミシマガモ神社はこのカモ神社であると、指摘して、以来、 当社はその論者の一つとなっている。式内社の他の論者としては、三島港に三島ガモ神社がある。三島ガモ神社は、島上氷の位置にあたることから、軍域としては、当社が有力視される。一方で、伊予国風土器一文では、第三石神が、角の国のお島から伊予、伊豆に移ったと記すが、神の別称として、私の神と記すことから、 河川から離れた鴨神社はこれに当たらないという指摘もある。いずれにしても、現在も特定には至っていない。平安時代末期には、後白河天皇中宮の謙春門院が三島神に御子誕生の祈願をしたと伝わる。その結果の地の高倉天皇が誕生し、これを祝して、京都五条坂に三島神社が創建されたという。ただし、院の参詣先は、 三島神であり、これについても三島公の三島神社と見る説がある。明治5年、近代社学制度において尊社に列した。昭和46年、本殿、拝殿が新築された。ありがとうございます。